リバプールのユルゲン・クロップ監督がランチタイムのキックオフに苦言を呈した。イギリス、BBC が伝えている。動画、ハーランドのパス練習にファン、4部レベルだ、技術ゼロ、愚痴のようだ。同メディアによると、これまでクロップ監督が指揮を執ったプレミアリーグ331試合のうち、土曜12時30分から行われたのはリーグ最多の45試合。全体の勝率は 63% だが、このランチタイム枠の試合では 49% まで落ちる。今季も土曜のランチタイム枠はリーグで最も多い6試合となっており、そのうち2回はミッドウィークのリーグ戦直後。9月、10月、11月のインターナショナルブレイク後も、土曜12時30分キックオフの枠を割り当てられた。リバプールは4月24日、水曜日。に開催されたエバートンとのマージーサイドダービーを0-2で落とすと、同27日土曜日の12時30分から行われたウエストハム戦で2-2のドロー。残り3試合で首位アーセナルと5ポイント差の3位と、逆転優勝は難しい状況となっている。以前から早い時間のキックオフに不満を示していたクロップ監督は、3日の記者会見で全く常軌を逸していると土曜12時30分の枠を持つ放送局 TNT を非難。去り際の老人からのちょっとしたアドバイスだとした上で、木曜、日曜、水曜、土曜の12時30分に試合をするよう求められるのは犯罪だと指摘した。またイングランド勢が今季の欧州カップ戦で苦戦した原因の一つがプレミアリーグのスケジュールにあるとも主張している。一般的にこれは非常に興味深いテーマだと思う。例えば昨夜、2日、アストンビラは、ウェクル準決勝第1戦で、2-4の敗戦を喫した。彼らが敗退すれば、イングランドのチームはいかなる種類の欧州決勝にも出場できないことになる。クロップ監督は、私はサッカーをよく見ている。プレミアリーグは世界最高のリーグだから、過大評価はされていない。選手たちは酷使されていると警鐘を鳴らした。